日本共産党の宮本徹です。大型で非常に強い台風19号が接近しております。気象庁によれば暴風そして神奈川台風に匹敵する大雨も予想され、特別な警戒が呼びかけられております。政府においても万全の対策を講じられるよう強く求めておきたいと思います。まず消費税について質問いたします。多くの国民が反対する中、消費税増税が強行されました。前回の増税からの消費不況が続く中での増税であります。本会議で我が党の志位委員長が、10% への増税は失政に失政を重ねるものだと批判をしましたが、それに対し総理は、前回は対策が必ずしも十分でなかったが、今回は12分の対策を実施しているところ、こう答弁されました。まあ、その下で、今何が起きているのかと、ここが問題です。廃業倒産、大阪八尾市の創業95年の酒屋はこうおっしゃっております。消費税増税に伴うレジとシステムの入れ替えで150万円必要だったが、補助金は後払い、爪に火を灯している零細企業では払えない、創業100周年まではやりたかったが、やむなく廃業した、中小零細いじめではないか、こんな声、安倍さんには届かないかもしれないが、ぜひ伝えてほしい。都内のある居酒屋さんからは、増税で水道代も原材料費も家賃も上がり、もうやっていけない、12月で閉店する、こう聞きました。私の地元でも廃業の話を伺います。8日発表の帝国データバンクの小売業の動向調査によると、飲食店の倒産最多更新の勢い、増税を機に廃業を検討する業者が増加しており、その結果倒産に至るケースも聞こえてくる、あります。消費低迷の中で懸命に努力してきた事業者の皆さんが増税により廃業する事態が全国で今起きております。総理ね、増税を強行して少なくたい業者の皆さんを廃業に追い込んだ責任をどう感じておられますか。内閣総理大臣安倍晋三君。委員長、前回の消費税引き上げの際にはですね、対中財を中心に大きな駆け込み需要と反動減が生じ、その後の回復にも遅れが見られるなど、結果として見れば需要変動に対する対策が必ずしも十分ではありませんでした。今回ですね、もうご紹介いただきましたが、消費税率引き上げにあたっては、こうした前回の反省の上に、教育の無償化や軽減税率に加えて、思い切ったポイント還元、プレミアム付き商品券、自動車や住宅に対する大胆な減税など、十二分な対策を実施しているところでございまして、これらの制度の円滑な実施に政府一丸となって対応することで、経済の体操を占める国内消費をしっかりと下支えをして、景気の回復基調を確かなものとしていきたいと思います。宮本徹君。その軽減税率や増税によってですね、廃業が起きてるんですよ。自らが行った政策がですね、国民に対してどういう痛みをもたらしているのか、あまりにも無自覚すぎるんじゃないですか。総理がさっきおっしゃいました対策の目玉にしておりますキャッシュレスポイント還元、多くの高齢者の皆さんが使えません。スマホを持っていない、交通系 IC カードはあるけどもインターネットが使えないので登録できない。消費税はみんなが負担するのに一部の人しか還元がないのは不公平だと、こういう声がですね広がっております。事業者の皆さんはどうかと。総理はですね、今年2月に戸越銀座商店街でキャッシュレスで買い物され、こう言いました。この機会にキャッシュレスをしっかりと皆さん生かして頑張ってもらいたいと。私たち都内のいろんな商店街調べました。戸越銀座商店街、商店会の名簿にある数は296店、対象外の金融機関や医療機関を除くと270店、うちポイント還元の登録は56店、20.7%。都内のですね、多くの商店街調べましても、多くが1、2割の参加というのでこの制度はスタートしているわけですよね。旧世紀の南口には3つの商店街があり、会員200件越しますけれども、政府のポイント還元で登録されているのはコンビニ4店を含む30店、参加は都内どこ見ても少数ですよ。総理ね、12分の対策とおっしゃいますけれども、極めて部分にしか過ぎないじゃないですか。経済産業大臣菅原一秀君。今日で11日目でございますが、52万件の中小店舗の
登録、そして実行になされています。これそれぞればらつきございますが、1日1万店舗ずつ申し込みがございまして、現在87万になってございます。そのうちの52万件が今実行にやらしめる状況の中で、一日一日しっかりと増えるように努力してまいります。委員長。宮本徹君。今数言われましたけど、87万点というのは経産省によるとダブリがあるんじゃないですか。経済産業大臣菅原一秀君。その86万件というのはですね、1店舗に対して決済事業者が例えば3件あれば、その3件をまとめて延べ数でいうとそういう数字になります。その中で名寄せをして、いわゆるキャッシュレス推進協議会で名寄せをして店舗を数えていくと52万件ということでございます。宮本徹君。いずれにしてもですね、50万いう話でございますが、商店街1、2割、それが申請が少し増えていっているということですけれども、2割か3割いう話じゃないですか。いずれにしてもですね、少ないわけですよね。で、なぜですね、業者の皆さんが参加しないのか、私聞きましたよ。決済手数料を少ない利益から持っていかれると生活できないと。日々の仕入れや支払いで現金が必要なんだと。条例のお客さんはみんな現金だと。カードを使う人だけに値引きなんてできないと。それから私、ポイント還元に登録したお店にも聞きました。もちろんお客が増えた店もありますよ。ですけども、増えてないという声もね、ずいぶんたくさん聞きます。ある飲食店の主はこうおっしゃいました。客離れが心配で値段を据え置いたと。お客は減っていないが、交通系カードで支払う方がぐっと増えたと。手数料の負担が増え、利幅が小さくなって大変と。売上は増えず、キャッシュレス決済の比率だけがですね、ぐーんと増えてですね、手数料が増えて困惑しているという声、たくさん聞きます。皆さんも聞かれてるんじゃないでしょうか。それから申請中の、投資銀座のあるお店の話、総理がこの店に来るというので、〇〇ペイと言っておきます。〇〇ペイから勧められて導入したが、総理も来ず、〇〇ペイの利用者は週に1人から2人、タブレットの端末費用、毎月の通信費用の方がずっと大きい、ペイ詐欺だ。総理ね、参加は少数、参加してもですね、メリットを感じてない店も少なくないと。そして参加して利益が減る店もあると。中小企業の支援策として、これはもう破綻してるじゃありませんか。経済産業大臣、菅原一秀君。いろいろご指摘をいただきましたが、いわゆる誤った決済事業を誤って入力をした部分を今2万件を9割修正をいたしました。そしてこれをホームページ絞り込みの検索機能も地図アプリに落とすようにして、このいわゆるキャッシュレスポイント還元事業をしっかりと普及をさせていきたいと思っております。一方でそれでもまだ現金でお仕事をする、あるいは商売をする、そういう方々もいらっしゃいますが、このポイント還元事業の内容をしっかりと周知徹底させて、決済事業者、そして中小店舗、まさにこの中小の商店街を中心に全国の店舗に普及をできるように努めていきたい、このように思っております。普及されて、普及されてですよ、損したっていうお店も結構出てるわけですよ。おかしいじゃないですか。何にも反省もなくですね、どん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 このまま普及していくと。大体ですね、総理が十二分な対策だということをおっしゃってきましたけれども、ことごとくですね、破綻していると、私は指摘させていただきたいと思います。私は消費税増税の影響について、この間、駆け込み需要の反動の影響が相対的に小さそうな飲食店だとか、食品小売を中心に都内のお店、約100件、飛び込みも含めてですね、聞いて歩きました。約2割のお店がですね、早くも客足への影響を感じているということでした。ある果物屋さんは、トレーや包装袋の値上げ分をかぶって頑張ってるが、お客さんが2割ぐらい減ってる。これ同じ食べ物でもですね、税率で差をつけられた外食、飲食店の一部でも、お客さんの入りに影響が出始めております。サラリーマン客が多いお蕎麦屋さん、
いつもは満席のお昼の時間が空いていると、2、3割お客さんが減ったと。ある居酒屋は稼ぎ時の週末の日々の売り上げが数万円単位で落ちたと。ある中規模の居酒屋はお客が半減し、こうした状況が続くなら店をどうするか相談しなければならない。今後ですね、さらに廃業や閉店に追い込まれる店も出かねないんじゃないですか。民間調査では外食を減らすという方がですね 68%、 増税によって外食というですね、庶民のささやかなですね、楽しみが奪われているという人もですね、出てきているわけですよ。消費税増税は、総理はいつも駆け込み需要とその反動の対策のことをおっしゃいますけれども、それ以外にですね、実質所得をですね、奪うという最大の問題があるわけですよね。消費は必ず落ちるわけですよ。パネルを見ていただきたいと思いますが、これは実質民間消費支出の統計であります。消費税がですね、3% の時は平均、年 2.6% 伸びておりましたが、97年の 5% への増税で伸びが約 1% に鈍り、さらに消費税 8% に増税して伸びは 0. コンマちょっとと、いうことになりました。消費税増税のたびにですね、消費が鈍化しているっていうのは、私は一目瞭然だと思います。総理ね、もうどんどんこの民間消費支出も伸びなくなっているもとで、10% 増税でこのままずっと突き進んでいくと、日本の経済に対して深刻な打撃をですね、与えることになるんじゃないですか。総理が手を挙げてるのにさ、経済財政政策担当大臣、西村康稔君。西村さん、いつから総理ですか。お答え申し上げます。今、実質民間最終消費支出の推移 のパネルを示されましたので、このことも含めて、今の様子を少しお話したいと思うんですけれども、この30年間、これは26年、7年ですけれども、25年ぐらいですかね、間でですね、日本の社会、経済の構造は大きく変わっておりまして、ご案内のとおり、少子高齢化が進んでおります。したがって世帯もですね、もうご案内の通りですけれども、高齢者の年金世帯が増えておりますので、当然、若者が多い社会とですね、高齢の方が多い社会と、消費の傾向は変わってくるわけでありますし、さらに近年の技術の進化でですね、シェアリングエコノミーなど、新しい動きの中で、若者たちが、物払いも出てきておりますので、そういった大きな変化があるということをまず前提として、ご理解いただければというふうに思います。その上で、確かに、消費税は消費マインド、消費者のマインドにですね、何らかのマイナスの影響を与える可能性もありますので、先ほど答弁もございましたけれども、負担を上回る額の、ポイント還元もそうですけど、何より軽減税率があり、そして、プレミアム商品券も今準備が進んでおりますので、これから、商品券に交換された方がですね、買われた方が消費も出てくると思いますので、そういったことでしっかりと下支えをしながら、ただし、この消費の動向についてはですね、日々のデータ、週のデータなど、きめ細かに分析しながら、しっかりと経済運営に万全を期していきたいと考えております。宮本徹君。少子化だけではですね、当然説明できないわけですよ。増税のたびにですね、伸びがどんどん消費支出も落ちているわけですから。で、先ほど、消費税は消費のマインドにですね、マイナスを与える可能性があるとはっきりお認めになりました。だったらですね、そういう道を突き進んでいいのかと、真剣にですね、考える必要が私はあると思いますよ。前回の 8% への増税によって、長期にわたる消費不況が今なお続いているわけですよ。一世帯あたりの実質消費支出は、いまだ年20万円も落ち込んだままであります。総理、私は、そして我が党はですね、この消費不況から抜け出すためには、消費税増税、この間の連続増税をですね、元に戻すしかないと思いますよ。失勢に失勢を重ねて、突き進んでいくんではなくて、5% に消費税を引き下げるべきじゃありませんか。内閣総理大臣、安倍晋三君。消費税についてはですね、国民が広く受益する社会保障の費用を、あらゆる世代が広く公平に分かち合うという観点で、社会保障の財源と位置づけているところでございます。
つまり、まあ、今回もそうでございますが、まあ、10月から3歳、5歳、幼児教育、保育を無償化したわけでございますし、また来年の4月からですね、真に必要な子どもたちの高等教育の無償化を行うわけでございます。まあ、同時にまた、低年金の方々に年最大6万円の給付を行い、そしてまた同時にですね、介護保険料の軽減等も行っていくわけでございます。まあ、こうした社会保障、あるいは子育てへの支援については、今申し上げたような消費税がふさわしいと、まあ、こういうことでございまして、この点もご理解いただきたい、まあ、同時にですね、まあ今回は消費の落ち込みに対しましては、まあ十二分な対応を取っていると、こういうことでございます。まあ、今後ともですね、注意深く消費の動向を見ていきたいと思っております。また先ほどのポイントにつきましてはですね、ポイント管理につきましては、まあ、大手は、まあ、今回の消費税の引き上げに対して、セールを行う体力があるわけでございますが、中小企業、小規模事業者の皆さんは、その体力がない中においてですね、国が支援する形で、まあ、ポイント制をも導入したという側面もあることも、ご理解をいただきたいと思います。委員長。宮本徹君。消費税は社会保障にふさわしいと言いますけれども、その認識、全く間違いだと思いますよ。低所得者ほど負担が重い消費税というのは社会保障の財源として一番ふさわしくないですよ。そして私たちは財源はですね、消費税に足りなくて作れるじゃないかということをこの間重ね重ね、申し上げてまいりました。パネルをぜひ見ていただきたいと思います。消費税導入から30年、社会保障の財源確保のためと称して税率の引き上げを繰り返しました。消費税率が 3% だった1990年、税収は全体で 60.1 兆円でした。消費税率が 8% になった2018年、消費税収は大きく増えました。国の税収は全体で 60.4 兆円、消費税収は 4.6 兆円から 17.7 兆円。消費税収はこんなに増えてるんですね。税収は同じ水準なわけですよ。なぜなのかと。総理ね、大企業などへの減税や所得税の最高税率の引き下げなど富裕層への減税を行ったことが大きな要因なんじゃないですか。財務大臣麻生太郎君。1990年以降 の所得税という、まあ、いわゆる平成2年からの法人税の減収の背景というものからまず申し上げさせていただければ、所得税に関して言わせていただければ、これは税負担の公平のために消費税をまあ創設させていただきましたのこの当時、この赤のところですけれども、その後個人所得課税を軽減するなどの税制改革を行ったり、ご存知の三民一体改革等々で地方に税減税を行ったということであります。またこの法人税に関しては企業活力と、これは国際競争力というのがよく言われることになりましたので、こういったものを維持強化するための改革を行ったといった制度改正要因に加えまして、この後はご存知のように翌年からバブルが崩壊してきますので、資産価格が猛烈な勢いで下落します。株価が3万8900円からいきなり二度と3万8000円いったことないんですが、あとはずっと下がったと。また土地も92年からそういうことになりましたので、経済情勢に要因があるというふうに考えています。その上で消費税につきましては、これはもうご存知のように、国民が広く受益なり負担というものを分かち合うという意味で、社会保障の費用をあらゆる世代から広く公平に分かち合うという観点から、私どもとしては、いわゆる社会保障の財源と位置づけて引き上げをさせていただいたところでありまして、大企業、富裕層優遇とのご指摘は当たらないと思っております。宮本徹君。ですね、まあ、制度改正、法人税、富裕層への減税もですね、一因であったことはですね、麻生大臣も否定できないわけですよ。最高税率、所得税は 70% から 45% に下がってます。法人税は 40% から 23.2% にですね、この間下がったわけですよね。結局ですね、この間起きたことは、法人税、所得税の減収分が消費税に置き換わっただけの話なわけですよ。社会保障のためといって消費税増税しながら、止めるものの減税にですね、費えてしまった。それからですね、あと経済情勢もあるというお話がありましたけれども、もう一枚のパネルを見ていただきたいと思います。この青い折れ線はですね、企業の経常利益ですよ。バブルの時のピーク、1989年は約39兆円、
昨年はですね、83兆9000億円と、まあ、バブルの時のですね、2倍以上になっております。一方で棒グラフ、法人税と地方法人税の合計はですね、3分の2に減っているわけですよね。利益に対する法人税の負担というのは、急激にこの間、軽くなっていると。企業は儲けを上げてもですね、税として社会に還元されなくなってきているわけですよ。とりわけ資本金10億円以上の大企業の実際の法人税の負担率は 10% 程度ですよ。こういう大企業優遇を改めて、法人税の負担を少し元に戻せば、6兆、7兆は出てくるじゃないですか。消費税増税などする必要などなかったじゃないですか。総理ね、大企業富裕層優遇税制を改めて、ちゃんと大企業富裕層に負担を求めるべきじゃありませんか、総理。財務大臣麻生太郎君。この企業に対するいわゆる税制の件につきましては、これはご存知のように、このどーんと落ち込んでいっているこの時に比べまして、私どもは法人税率の引き下げ等にあたっては、これはいわゆる財政事情とか等々、非常に厳しい状況にありますけれども、企業運用の内部留保の状況、さらには消費税率の引き上げたということのような諸情勢というものをこれ考えまして、われわれはこの間に同時に租税特別措置の縮減、また廃止等々によって課税ベースというものを拡大させていただいて、財源はしっかり確保しておりまして、ネット減税というものを行っているわけではありません。また所得税につきましては、これまでの再分配機能というものから考えまして、いわゆる回復をするために、所得税の最高税率というものを40から45に引き上げておりますし、また所得税の基礎控除というものも2400万だったものを確か2500万に上げさせていただくということにさせていただいてましたので、金融所得課税の見直しというものも、上場の利益というものを 10% から20% に引き上げると、等々の施策はすでに講じてきたところでありまして、われわれといたしましては、そういったようなことをさせていただいた上で、企業の利益が回復してきているという点につきましては、私どもとしては、法人税というものはしっかりきちんとして上がってきているという状況にはなってきているんだと思っております。宮本徹君。上がってきてるって言ったってですね、ほとんど上がってないじゃないですか。以前のですね、水準だったら、これだけの経常利益が上がってたら、国の税収は相当潤ってるわけですよ。ネット減税はしてないと言いながら、大減税やってるからですね、こうなってる。しかも減税分の大半は、企業の内部留保にどんどん積み上がってるだけじゃないですか。もう463兆円ですよ。それ経済に回っていかない。そんなところにですね、どん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 減税するよりは、ちゃんとそこに課税して、消費税は増税しないと、引き下げていくと、この方がですね、よほど経済は活性化する、そのことを強くですね、申し上げておきたいと思います。その上で、もう一点質問させていただきます。国民に消費税増税を求める一方で、アメリカ製兵器爆買いで防衛省予算の膨張を続けております。来年度の概算要求はまたも過去最高であります。秋田では参院選でイージス・アショア反対の野党統一候補が勝利いたしました。総理はですね、秋田での応援演説で、地域の皆様の理解がなければ進めていくことはできません。こう述べていました。地元はノーを突きつけました。地元選出の自民党議員ももう無理と言っております。ところが民意を愚弄するかのように、今度の概算要求にはイージス・アショアの費用が盛り込まれております。とんでもないですよ。総理ね、あなた演説されてたわけですから、民意を受け止めてイージス・アショアやめるべきじゃありませんか。防衛大臣河野太郎君。総理、河野さんも総理なんです。総理候補が次から次へと総理に。しっかりした調査に基づく正確なデータを持って丁寧にご説明をし、地元のご理解をいただいていく、そういう所存でございます。宮本徹君。民意を受け止めるべきだということを言ってるわけですよ。なぜですね、県民が審判を下したのにですね、断念をしないのかと。なぜ秋田と山口にイージス・アショアなのかと。パネルをぜひ見ていただきたいと思います。北朝鮮のミサイル基地からハワイ基地に向かう直下が秋田であります。グアに向かう直下が山口であります。アメリカの対日政策に影響を与えてきたアメリカの CSIS はですね、太平洋の盾、巨大なイージス艦としての日本なる論文を出しております。この中で、
日本のイージス・アショアは、米国が本土防衛のために高価なレーダーを構築する必要性を軽減する、ハワイ、グアム、東海岸、その他の戦略的基地などの重要地域を弾道ミサイルなどから守るため、イージス・アショアを使うことができると記しております。まさにアメリカの求めで、アメリカ防衛のために導入しよう、だから秋田に講習してるんじゃないですか、総理、違いますか。内閣総理大臣、安倍晋三君。このイージス・アショアはですね、現下のこの厳しい安全保障環境の中、弾道ミサイルの脅威から我が国全域を24時間、365日、まあ、長期にわたり切れ目なく防護することを可能とし、そして国民の命を守り抜くためにどうしても必要な装備品であり、これは米国を防衛するために導入するものでは全くないわけでございまして、今の説についても今初めてというか、先般初めてですね、お伺いしたところ、先般の共産党の皆さんの指摘のみについて私も存じ上げているところでございます。繰り返しになりますが、これは日本の国民の命を守り抜くために導入するものであってですね、米国を守るためのものではないということでございます。委員長、宮本徹君。なぜ秋田なのかという説明はですね、一つこともですね、総理から説明されてないわけですね。共産党のみの指摘だということをおっしゃいますけれども、これはまあ一般紙からですね、私はこれ出させてもらいましたし、アメリカの CSIS はですね、日本政府もたくさん各省庁からですね、毎年人が出ております。そしてですね、アメリカの太平洋軍ハリス司令官がですね、2017年、米上院軍事委員会でこう証言してるんですよ。日本はサードかイージス・アショア、あるいは両方の導入を決断すべきだ。日本がこれらを購入すれば、我々が配備しなくて済むと。アメリカの議会でですね、アメリカの司令官がはっきりとですね、言ってるじゃないですか。しかもですね、このアメリカのためのイージス・アショアに、一体いくら税金を投入していくことになるのかと。これも大問題なんですよね。パネルご覧いただきたいと思いますが、当初1機800億円答弁がありました。次は1000億円弱になりました。契約はですね、本体1機1202億円と、2機で2404億円と、そして維持運営費などなど含めて4492億円と、アメリカの言い値で膨張しているわけですね。さらに新たな追加負担の報道が先月末にありました。ロイターの報道によりますと、実弾発射試験で5億ドル、500億円以上、追加負担を求められる可能性がある。商業用の船舶や航空機の航行を禁止することに伴う経費まで負担すると、そういうことが報道されておりました。それだけじゃないですよ。これ以外にも、迎撃、ミサイル搭載するわけですけども、一発、30億円以上と言われています。これ最低48発ですよ。これだけで1500億かかるだろうと。さらに基地の建屋の建設や敷地の造成費用、燃料費と、どこまでかかるのかと。総理ね、今後イースアシュアの整備運用に一体いくらかかるんですか。債権ないんじゃないですか。防衛大臣河野太郎君。そのグラフの最初の800億は従来型のスパイワンというレーダーの費用でございます。2番目の棒グラフはそれを最新鋭の高性能のレーダー LMSSR に変更をした、そういうことでございます。3つ目の棒グラフはそれに現時点で判明している教育訓練経費、あるいは30年間にわたる維持運用経費を含んだものでございますから、その3つの棒グラフはいずれも違うものでございます。今後ライフサイクルコストをしっかりと精査をすると同時に日米で価格の低減に努め、価格がかなりの確率で精査できた段階でお知らせをしたいと思います。宮本徹君。違うものだということを言いますけれども、目的は同じものなわけですよね。アメリカから高いものを買えと言われて、いいレーダーに変えて、2つ目と3つ目だって上がってるじゃないですか。2つ目が、LMSSR だったら、3つ目も同じ LMSSR で値段上がってるじゃないですか。最終的にですね、いくらかかるかも、こういう答弁もございませんでした。いくらかかるかも分からずにですね、そして民意はですね、もういらないと、
こういう審判が出ているにもかかわらず、アメリカの要求で、イージス・アショア購入だけですね、どん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 突き進んでいくと、こんなこと、国民は絶対ですね、納得できないことですよ。国民には財政が大変だと言って、消費税増税を求めながら、トランプさんに言われたら、アメリカのためには、アメリカの言い入れで、なんぼになるかもわからないと、これをどん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 爆買いしていくと、こういう政治はですね、私は根本的に間違っている。この政治を正すためにですね、日本共産党は全力で戦うということを申し上げまして、質問を終わらさせていただきます。